田辺一角は、1929年東京生まれで、顎と鼻の下に長く伸びた白いヒゲが特徴、ヒゲの先生で知られています。主に新作講談を演じ、1964年、すべてのオリンピック参加国名を読み上げる、東京オリンピックで売れ、若年層にもファンを広げました。2001年、ロサンゼルスにて公演した、一郎物語は高い評価を受け、以後4年連続で渡米。他にも、高橋尚子物語、旧友でもある水木しげるの水木しげる物語等があります。無事公や万能公の効き目より親孝行は何につけても、親孝行とか孝百行のもとなんて言葉が今死語になりつつありますのは誠に残念で仕方がありません。先端は双葉より芳しとか申しまして、天下に名をなすような人は幼い頃からどっか違うところがありますようで、高野長英という方は奥州伊佐和郷に水沢で二万石伊達将軍の御典医を務める来意高野源斎の養子でございます。源斎夫婦には子供がなく、妹が後藤家に嫁に参りまして三人の子供を作りました。末っ子の S 三郎を養子に迎えて恐妻と名付けましたのが後の高野長英でございます。後藤家というのは後藤新平白書を出しましたあの後藤家です。ですから高野長英と後藤新平はごくごく近い血縁関係にありますわけで、地元の水沢では高野長英の成果を早くから文化財といたしました。まだ水沢が町だった頃、私伺いました。どちらの管理でございましょうか。あ、長英の成果ですか。もちろん町ですから、これも長英と言いますからかわれてしまいました。藁の上から育て上げ、目の中へ入れても痛くないほどの可愛がりよ。七つ八つの頃から物覚えがよく、そのリアルなこと近隣の子供たちからひときわ抜きんでておりました。今年はもう13歳です。父上、私を江戸に修行にやってください。まだ早いよ。それは父上の言葉が違います。学は少年にあり、落下枝に飼いだ。今のうちに学びの道に入らなければ生涯私は入れないかと存じます。それに弟子は死の繁栄に至らずと申しまして、父上のようなやぶ医者のもとで勉強しておりましたのでは竹の子医者も難しいかろうと存じます。江戸家で大家に就いた、ならばきっと偉いものになれると思います。私を江戸に修行にやってください。バカ者、なんだ父親に向かってやぶ医者とは。ダメだよ、何としても命が出ません。治安に上がりました調査医がふと思いつきましたのは、毎月毎月同じ様のところで無人があって自分が使いの役、あれは15両、あれが当たったならばと考えております。その翌月ぐまい具合に当たりました。15両といえば、まあ、限りも大金でございます。遠いところなら持たせてやるわけじゃないんですが、わずか畑に巻き離れただけの調査員の家です。お坊ちゃん、落としちゃいけませんよ。大丈夫です。古地に住んでもらった金片手に握って表へ出た。ああ父上にもすまない、おっか様にもすまないが、こんな片田舎にいたのでは勉強はできない。どうでも江戸に出て偉いものになろう。調査員の心は早くもまだ見ぬ江戸にと向かっておりました。
江戸までは約30里。一人で行くのはあまりにも向こう水でございました。しかし、その向こう水の水の字は、水様の水に通じる源がよし、幸先よしと詳細は、ここ遺産で奥州水様後としました。あと山井様いかにせん、この野口は白泉、藤原さんだけ営業を映画に思い馳せるが、我もまた、やがて故郷に帰る日は、錦飾りで一花咲かずの桜川、つか、だけやら厳未経、これでしばらく見納めと山の向こうへて祝いが渡れば、奥州一の関なり、浅田匠の神の切腹忍ぶ、侍の藩の地獄町とか、夢は有亀花泉、まだ年かんなり若柳と、人は澤部と栗原郷里、岩井の餅は突き立てで、青馬並みは高千水、荒谷古川三本木富谷七北仙台と、足を早めて急ぎ行く、白い町を歩いて行けばと、陽気に歌も出ましたが、道の句ならで、道楽しい。また胸気づいた、まあ、青葉城下の名物は笹釜だってと気づいたり、長町越えて名取が渡りますだ岩沼へ、蔵王の山を望みつつ白石宮名運命なと、この宇町もうまく抜け、とっても飯坂温泉と体休めるこの川の上流は水だらで、あブクブクブクと熱く言う湧き木でとうとうと流れしならんと、その昔坂戸家田村丸東西の右に立ち寄り発見せし日本最古の温泉なりと、古き歴史を忍ぶ山一気に越えた汗を拭くしまーす。やっと福島までやってまいりました。身分のお城は鳥居の殿様、気流も晴れて織物の町、ブンブンブンと足利が攻める太平記、佐野に八の木、栃木にまばだ、まばだだと大きい江戸の町、焦がれて渡る利根の川、ここは栗八去って軸、草加千里の道下げだ。じゃあどこを通ったか、大門通りで先玉号、太宰玉とは何事ぞ、大宮人の住みしとこ、裏はわらびが取れる里、表は江戸湾船着き場、川口は不意後の町で、頬は赤羽にして、こら遊ぶ王子も遊ぶが飛鳥山、音羽の滝の音高く、ハリゼンバタバタ、あたまたもつぐいら日本人の里に名高い道館山。普通に言えば道館山で、うぐいす谷の谷渡り、上の下屋と県競う緑の赤木は清水堂で、ああ池の名前は忍ばずでも、周知きざけらお脇の噂を忍ぶが丘、石間天神富くじの札をつくぞに時の声、鶴一番が大当たり、鶴一番が定ねということはありませんが、どさくさ紛れにコマーシャル入れてすいません。おかちずん町、おかち町、広くて小さな白麹おかちな町が続くなり、イボリの黒焼き黒門町は惚れ薬、惚れた、彼女に、もう秋葉原は、火事除けの原、火事と喧嘩は江戸の花、男江戸っ子住みたい町はここ神田、ゆえに神田の田の字に力をつけて、それで男と読ませましたとか、なんだかんだと、日本橋堀留町、木薬や神崎や原付方について、ああ、くたぶれた。喋ったら私もちょっと悪い、ちょっとくたぶれました。同じ水様の出身で現在の薬の取引のあります神崎屋、びっくりした。京西さん、あんたとんでもないことをなさい、どこへも出ちゃいけませんよ、悪いようにはしないから、京西を止めておいて赤紙付きの手紙を高野源左衛門のところへ、ひならとして返事が参りました。ふぐ
切ってみるとなから二通の手紙。一通は内々に見ていただきたい。一通はせがれの前でお読み聞かせが願いた。せがれに読み聞かせるという方を開いてみると、親のものだからいいわといううちに人のものに手をつけ、やがて大泥棒になる。そういうものはことは思わん。親でもない、師匠までの感動をした。ご長男は勘弁してくれると言われても、まだ二章は余りますよと、シャレまで書いてあり。今一通には、こう見ること親にしかず。教祭は若年ながら善と見込みのあるも、誰でも親の口から甘い言葉をかけては当人のためにもならず、別学院のごとき、厳しき書面は使わしましたが、何とぞよき先生を選んで修行させていただきたい。多分の学費は遅れぬが、身分に応じて促進をする。何とぞ何事、せがれの身の上、よろしくお頼み申しますと、涙ににじむ筆の跡。ああ、偉いもんだな。さすがお医者様だけあって、我が子の教育のさじ加減がうまい。教材さん、偉いことになりましたよ。親から感動だ。感動されたものを私は世話するわけにいかない。すぐに出て行っておくれ。突っ放されてまだ13です。その場にわっと泣き崩れた。お医者に追い出されたらどこも行くところがありません。いっそのこと私ここで死んでしまいます。ちょっと待ってくれ、待ってくれ。こんなところでやたらに死なれたらたまったもんじゃ。教材さん分かってますか。死ぬということは大変なことですよ。命がないんですよ。分かっております。望みが叶わないんですから。そうですか。じゃああなた死んだ気になっていかなる神苦にも耐え勉強をする気がありますか。はい、よろしい。それならば私も男、世話をしてあげましょう。世話をしてくれました医者というのが、日本橋茅場町に住む吉田教宿方眼という先生、加賀百万石前田家の御殿人も務めておりますから、何がなくても半年ごとに洗浄金のお酒を私があるから、かなり家庭は裕福。大政熱病論などという甘い医学書も数多く出しております。まあ大変な先生なんだ。ここへ弟子に入りまして、長英という名前をもらいました。大勢の弟子たちと机を並べて勉強をしております。石を知れば銃を悟るという、教材です。この者、今に偉くなると、偉くなると先生目をかけております。13、14、15、16、17、18の年を数えました。今では薬局の中一人でかき回している先生の大臣もする。江戸地区で若先生、若先生と言って評判でございます。あなたも随分お弟子さんをお取りになりましたが、なんと言っても長英が一番でございます。私まで鼻が多くございます。そうだな、あれが我が家の婿になってくれればありがたいんだが、そうなったら吉田家は万々歳でございます。ああしかしな、娘のお意見はどう思っているか、今年は17歳、そうでもないですよ。そうか、それじゃあ話が早い。先生お呼びでございますか。ああ今奥と相談をしたんだがな、お前を我が家の婿とすることに決めた。分かったな。お断りをいたします。断る。はい、つまり我が水沢には高野源斎という父もおります、母もおります。私が帰るのを首を長くして待っております。いやそれは分かっておる。しかしな、お前が我が家の婿ということになれば大出世だ。まあ喜んでくれるだろう。それにうちに数いる弟子の中で婿に行きたいものはいくらでもあるはずだ。千両、3000両でもつけてやればもうこの上の源斎殿の喜びはなかろう。お言葉を返しようでございますが、父源斎は
我が子を金でどうこうしようという不実なものではないと思います。長いことお世話になりました。先生奥様お嬢様これでさようならとお紐をいただいて神崎屋へ帰ってきます。あなたそれでこそご両親が喜んでいらっしゃいます。じゃあ一旦水沢へお帰りになって改めてお紐をいただいてまた江戸に戻っていらっしゃい。ああいい先生を探しておきますから門口まで送り出してくれました。長英は振り分けの荷物を肩に三度傘、泊まり泊まりの旗小屋も枕につけば二小屋の夢、故郷坊主形と申しますが己の村へ入ってきた。ああ6年前に国を出るときはあの杉林は、確かまだ苗を植えたばかりだったのが6年経つとこんなに育つものか昔を思い出しつつ我が家の門に立たぬのよ。名ばかりの冠城門は前にのめってつっかい棒がしてあり壁が落ち高野源斎と書かれた小冊は安倍継ぐにさらされ門地も定かならず門内に百坪ばかりの畑だっぱが何か植えてありますのはうちのところで食べるための野菜でしょう。果たして父上が会ってくださるか母が会ってくださるか表向きは感動になっているのだがと心の中長英を思い切って玄関式台に両手をついた。願います、願います。どうれずっと出てまいりましたのは母親で、あおっかさんだなと下うつむいておりますと、さすがは武家の礼儀正しく台所で水仕事をしておりましたが前だれがけば失礼と手を拭いて脇に挟み絵本を繕いますと上を見ず下を見ず中央を見るのが礼儀だそうで、畳の蹴りを踏まぬようすり足どちらから棺火をついた時、お母さん私でございます。はい、どなた様で。6年前に家出をした教材でございます。あれ、お前は教材、まあ大きくなって教材が、お父さん教材が戻ってまいりましたよ。大きくなってバカ、ばあさんいい加減にしろ。6年も経って小さくなって帰るやつがどこにある。大きくなるのが当たり前だ。何時に帰ってきたフラッシュ千番のやつだ。いかに子に甘い女親の常とは言いながら大概にするがいい。教材は親の許しも受けず15両という金を持って家出をしたやつ、神崎屋の手紙にすぐに返事を出し師匠までの感動をしたはずだ。それも天下の名人にでもなって帰ってきたぞというのであれば、それはそれで親子の対面をせんでもない。まだ17や18の孤独はどころ何という医者になった。分かった、何でも吉田長宿先生の元で勉強をしていたと聞くが、その吉田家にも美しいお嬢さんがあると聞く。もう年頃になって夕け時そのお嬢さんの袖でも引っ張って追い出されに来たのであろうが。お父さん、なんてことを言うんですよ。一人水量を状態や、お前にはお母さんがついているよ。それは15両のお金を持って家出をしたことだけは何としてもお父さんにお詫びをするか。お前そんなそんなことをして追い出されてきたのか。 いえ違います、大違いでございます。実はこれぐらい高校しかじかと一部始終の物語、お父さん泣かせるじゃありませんか。何万両の身代の婿にする、お嬢様も長英でなければとまで言われたの。水様に二親がいるからそれはできないとお暇をもらって帰ってきたじゃというじゃありませんか。お父さん会ってやってください。ならぬ。それでは何か、そんな不都合なことはなかったとしても貴様に一応聞いてみたいことがある。貴様は若年の部分先でいつだ親に恥をかかせたな。学は少年にあり落下枝に帰らず、今のうちに学びの道に入らなければいつ入ることができるか。貴様はそう言って仮初めなるの大金を持って家出をしたろう。
사방にそれほどの育児があるなら、何で親のもとに帰ってきた。一寸の行員からんでべから、女子だけで勉強することができなかったら勉強するところはいくらでもあるはずだ。伝え聞く長崎には、シーボルトという蘭学者が、鳴滝塾という学校を創立して、広く医学蘭学を教授するとか、なぜ貴様は長崎へ行ってシーボルトについて学ばない。親がなんだ。親がたとえ、野垂れ死でしようとも貴様を恨みとは思わぬ。太鼓を座談とする者、最近を顧みず、そんなものは、ね、うち置くわけにはならない。ばあさんすぐに追い出してしまい、長へハッとしてその前両手を使い、死ね恐れ入りました。全く私の心へ、直ちに長崎参り勉強して人となり、必ずご両親に相まみえます。ご機嫌よろしゅうと立ち上がった。長さん、お待ち、お待ちったら、お父さん、あなたの言うことは、もっともかもしれません。私にはちょっと難しくて分かりしませんけど、せっかく百里万余りの道、戻ってきた教祭ですよ。もう日暮れも近くなります。お父さん、一晩だけ止めてやってください。お願いですから。ならぬ、ならぬ、それじゃああんたは人間じゃありません。鬼じゃ。そんなら、あなた一人の子じゃありません。あなたにちょっと聞きたいことがあります。何を聞くのじゃ。何をじゃない、この間縁側に立っていらっしゃって独り言を言っていらっしゃったじゃありませんか。俺が何を言った。この軒先にぶら下がっている雨干しの柿、ああ教祭は大好きだった。近いところなら届けてもやるが、百里余りの道ではそれがならず、ああ食べさせてやりたいな。そんなことは言った覚えはない。まずはばあさん追い出してしまい、これから立たせんのは気の毒だと、俺の目線に入らなきゃいいと思って庭の方から回って離れの方へ連れて行き、お前がこの間丹精してこじらえた唐草の布団、綿をうちの畑で取れたやつ、風邪をひかしてはならないと、あの新しい布団を着せて止めたりしてはならんぞ。今晩一晩泊まって行っておくれ。おっかさんは田舎生まれの田舎育ち、世間を知らないのだからね。お前が江戸から戻ってきたら、はっから江戸の話をたくさん聞かせてもらおうと楽しみにしていたんだから、そうしておくれ。母の情けにほだされて長英なかなか立ちかねました。母ちゃん、長英は出て行ったか。旅の疲れを休めるのは一杯の酒だ。マグロの味噌漬けが溶けかけ、あれを焼いて酒など飛ばしてはならんぞ。あ、忘れていた。じゃあマグロを焼いてご商売しましょう。ところでお前、今お金を持っているか。はい、15両持っております。いや、15両じゃとっても足らないやね。長崎までは何百里と行く道、学校に入るにしても本を買うにしても先立つものは金。私の懐に西へ一部はあるけども、つづめの涙、ああもっとお金が欲しいね。ばあさん、出て行ったか。長崎までは何百里と行く道、先立つものは金。俺が死に金と思って今までちびりちびり貯めた金が28両なに。タンスの3番目の引き出しを抜いて奥へ手を突っ込むと切れる箱、その中の革人巾着の中に金は入れてある。その金など持たしてやってはならないぞ。あらあら、まあまあ、夫婦の相手でもじっとも知らなかった。兄さん、いつの間にそんな大金を貯めたんだ。じゃあそっくり持たしてやろう。話がぶっつりと途絶えたよう、飛び出して行った方へ行って抱きしめたいほど可愛いのだが、それもならず、部屋の中をうろうろうろう立ったり座ったりしているうちに、プンと濁ってくるくるのはマグロの味噌漬け、
そっとからかみを開いて隣の部屋を見ると、タンスの中開けっぱなし、財布の中は空っぽ。ばあさんでの早いやつだ。そう思うわ親が。果たしてどんなものになってくれる。願わくはこの長英をして天下の名医にならしめたまい。教材上手を慌てて神々に祈願を込める親のありがたさ。その世は長英母親と床を並べて世と共に語り明かし、流れと思うその世は短くて、ポケガッコーと、いや、暁を続けずと、時の声。母親は早く起き入れ、門出を祝うおかしな月に赤のご飯、食事終わって、長英。父親の今の方にそっと忍びし、それで泣く別れの挨拶、わらじ初手も落としと門口へ出れば、教材、道中気をつけるんだよ。はい、はい、母親もお体を大切に、父上のことはよろしくお願いをいたします。あーいいだもーって、タモリさんじゃないか、そんなこと言わない。安心をして、うんと勉強をして、偉いものになっておくれよ。さらばさらばと袖を左右に分かちまして、草の葉付けにおぐつゆを踏みしめながら、踏みしめながら何百長崎へ参りまして、シーボルトの門を叩き、緊急すること六か年、次に日本の万楽の態度と歌われ、長英の町に長英なく、長英の後に長英なしとまた言われるようになりましたの、あまれる人の知るところであり、また文明開化の先駆けは実に高野長英から始まったと申し上げても過言ではなかろうかなと思います。本日は長い長い高野長英伝の中から、生い立ちの部分にあたります。水沢村涙の別れの一席、抜き読みでございました。